よくわかったよ、君のことが。もういい、君なんか友達でもなんでも。できないなら今無理に説明しなくてもいいから、とにかく帰ってきてって言ってる気がする。ダイヤ。そうだよ、ここまで来て今さら私たちの中で喧嘩してどうすんのよ。誰が悪いとかそういうのは一旦なし。複雑なわけがあるなら後で聞くから、とにかく対立するのをやめようよ。僕はただ騙されちゃダメだよ、かなたくん。でみあれ、デミがビビってる。なんで？お宝がみんなにとってどれだけ大事かなんて関係ないよ。みんなの大事なものなんて、かなたくんにとってのひなたくんに比べたらちっぽけなものでしょ。それは。でも、かなたくんは。ひなたくんと一緒に脱出したいんだよね。それ以外の人なんてどうでもいいんだよね。じゃあさ、出てきた、ちっちゃい。てか曲やばくない？やばい、アレンジ。アレンジだね。うん。メダル、もっと集めないと。そうでしょ？子供？もやにかかってて大人に聞こえたってことで。こんな子、アジサイ保育園にいたのら？目ん玉ぐるぐるだね。ねえ。うん。いないだろ、こんなやつ。誰だ、お前は。ゆう先生？まさかとは思うけど、ここにも、他にもここに迷い込んだ子供が？違う、この子はそんなんじゃない。もっと別の、恐ろしい何かだ。でもなんだ、この何か引っかかる感じは。うるさいなぁ。私はかなたくんとお話ししてるんだけど。悔しいけどバカ可愛いな、この子。バカ可愛いね。やばい。BGM 息が取れない。って言ったね。そう。キラキラキラじゃなかった。そうだ。僕は日向と脱出するんだ。日向さん入れれば、それでいい。そうだよね、日向。そうだ、そうだぞ、そうだ、迷うな、かなた。かなたくんは、ひなたくんと脱出したいんだって。でも、二人で脱出するなら、メダルは二人分、20枚必要だよね。ああ、みんなも知っちゃった。ああ。あら、まあ、大変。それじゃあ、メダルが足りません。でも大丈夫。私がこのアトラクションのことを教えてあげたからね。そうか。君がかなたに吹き込んでこんなことをさせたんだな。こんなことをさせた？ううん。やったのは彼。私はほんのちょっとお手伝いをしただけ。ねえ、カエル卵。はい。え？さっきから何してるの？
アトラクションはまだまだ途中でしょ？早く次のラウンドの準備をしないといけないんじゃないかな。デミ。急ぐデミ。急いでな。ボスなのか、この子が。ボスっぽいっすな。いやー、届かないか。かなた。まあ、とりあえず理由は知ったね。うん。君は何なんだ。一体何が目的なんだ。目的？そうだなぁ。私はただ、ゆうくんと遊びたいだけ。やめてください。怖いです。やめてください。真っ黒ハイライトですね。ガチホラー演出やめていただいてもよろしいでしょうか。ガチだったね、今ね。割とガチじゃなかったか、これは。怖いね。怖くて見れないよ。マジで、今めっちゃ目合ってて、これ夢に出てくるわ。いや、そうだ。いや、それを言うなって、僕も思ったよ、同じこと。あ、記憶が。やめてください。マイ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 ゴエン。消えた。先生、今何か言った？いや。ん？あれ、何かつぶやいてたと思ったんだけど。いや、つぶやいてもないよ、別に、ツイッターで。しぽっ、しぽっ。うん。滑ってるよ、ゆう先生。なんだ、この感覚は。ニュアンスが変わっちゃった。ごめん、ゆう先生。あの女の子のこと、なぜかよく知っているような。いや、名前出てたやん。うん。うん。でも、何かが全く違うような。闇落ちしてました。一ついいですか？はい。なんか、すごい突飛なことを今から言い始めます。はい。この迷子園ワールドは、年齢が操作勝手にできんじゃねって思って。うん、はい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 。ボスは、あの子の、ゆう先生と同い年ぐらいのサイズ感なんだけど、うん。チビで出てきてから、カエル卵も驚いてて、うん、うん。で、何かが全く違うっていうのは、年齢が違うってことを言ってて、うんうんうん。で、ワンチャン、年齢が変わるってことは、迷子園は幼稚園児じゃなくて、大人説を提唱します。大人説。ぶっ飛んでるんですけど、ああこいつらは幼稚園児じゃないってこと。やりすぎ？幼稚園児じゃねえことはねえんじゃね？さすがに。さすがに飛びすぎ？だって、もうまずピューロランドにいた時から幼稚園児だったじゃん、一応周りの子たちは。あ、それはそうだわ。うん。だからじゃあ出して。あ、びっくりした。じゃあ一個前までだもん。そう、ボスは、形操作可能みたいな。あ、そっかそっかそっか。ことなんじゃない？ゆう先生を大人のまま連れてきたのも、うん、まあそういう意図があっての。さすがに年齢いじりすぎたわ、今。ああ、危ねえ。妄想が口から出てきちゃった。さすがにそうだったらちょっと、たまげちゃうよ。たまげちゃうね。うん。よかった。危ねえ。ダメだ。何もわからない。やっぱ記憶失ってんだな。そうだね。迷い込んだこと絶対あるんだよ、ゆう先生。っていうか、で、結局窓か死んだけど？やばいや、僕死ぬ想定だったの違う人だったんだけど。かなたくんだと思ってたのに。いや、まだわからんよ。え？かなたくんも死ぬかもしれんよ。いや、かなたは死ぬと思ってますけどね。うん。ゾーヤとダイヤが集めたチケット1枚。3枚、おお、いいね。2枚。おお。めっちゃもらったやん。かなたの名簿が更新。お？大事なもの？ってこと？ああ、上の方にいたのに。ああ、そっか。今までずっとひなたの分としてもらってたメダルを隠し持っていたが、ひなたと脱出するには、なお足りない。そのため、みんなの大事なものを奪って流されるプールで岡田たちと対峙した。しかしそれは謎の少女の助言によるものだった。大事なもの、ひなた。
今この大事なものが追加されたということは嫌な感じがしますね。しますね。32枚チケットあるね。まどかちゃん見とけばよかったよ。いやそうだね。まあ後で戻ってみようね。うんうん、じゃあてか岡田先生もあれかピコピコなる靴履いてんのか。えらい可愛いな。ねえ誰の見る？ピオスのやりたいようにやって。じゃあいや最後に取っておきたい気持ちもあるんだよね。まあ、まだ生きてそう感はある。ね。それだったらまあいや何もないです。なんだい？何もないです。なんだい？何もないです。一回お。お。マドカは脱落しちゃうし変な女の子は出てくるし。でもまだまだアトラクションは続くのよね。うんうん。うん、ああ。カナタはきっとあの女の子に騙されているだけだよ。大丈夫。ずっと心配している。うん。まどか、助けてあげられなかったな。あ、リセット。あ、ほんとだ、はあ。でも切り替えていかなきゃ、あの女の子危ない感じがするし。そうか。まどかにとってあのカメラは、ゆずりはとの最後のつながりだったんじゃないかな。最後の。じゃあ、つながったままではあったんだ。そうだね。ところで、カナタといた女の子、気をつけた方がいいよ、先生。あの子は、関わっちゃダメだ。おー、そこまで言うんだ。なんか、ゾーヤちゃん、結構達観してるんだよな。そうだね。うん。シンタが始めた戦隊も、二人だけになっちゃったのら、三人じゃなくて、あ、ブラック。ブラックなのはずで。ブラックされてないから。あれれ。あれ？でも、まどかも、もともと戦隊とかにはそんなに興味がなかったのら。口が。あれ？ほんとだ。モニョ口どこ行った？モニョ口じゃなくなってる。あれ。あれ。パープル、勝手なことを。センターにいればいくらでもバズれるのに何考えてるんだ。いやゆずりはちゃんでしょうよ。そうだね。いや誰にしよう。じゃあバタルくんにしようかな。お、僕ちゃんかき氷食べたいなら。で、ふんふふ。嬉しいなら、ガーン。かわいい。めちゃくちゃかわいいんだけど。かわいい。でかい文字ずるいって。でも食べたいなら。食べたいか。ちょっとアイスバーあげてないからあげてみようかな。食べたいなら。あげるよ。なんなら。これとジュースでもいけんのかな。どうだろうね。そういえば、渡るが取られちゃった大事なものって、スペシャルなキャンディーなんだな。これ何？キャンディーって。ね、気になる。ポケットの中で大事に大事に取っておいたやつなんだな。溶けてそうだけど。溶けてそうだな。うん。キャンディーか。なんでそのキャンディーが特別なんだろう。ね。まあ、それくらいで済んでよかったのかな。おい！おーっと！おい！ああ今そんなものかって思ったのら。え、全然そんなこと思ってないよ。嘘、下手くそすぎるだろ。ブンブン、かわいい。僕ちゃんにとってうまうまのお菓子はとってもとっても大事なのら。元気の元なのら。もちろんわかってるよ。ああ、でもなんかあんま深掘りされなかったね。そうだね。意外とまだつかめない感じある。うん。ジュースじゃギリいかなそうなんだよな。そうだよね。ああ、いかないね。もう一回ジュースあげれば多分いくね。うん、そうね。まあアイスバーと変わらんか、そしたら枚数は。うん、はい。
なのだ。よかったね。美味しいね。美味しいなのだ。さあ、もう一人ぐらいいけるんじゃない？いけるね。まだだって24枚もあるから。うんうんうん。じゃあ、ゾウヤちゃん行こうか。お、いいよ。ほい。いいよ。で、これ、一回かき氷あげたらどんぐらい伸びるかな？いかないか、さすがに。おー。マックスいかないかな。どうだろう。いいんじゃない？まあ、でも、結局やってること変わんなくない？変わんないわ。ああ、いかない。ああ、いかんわ。いいのに。ごめん、嘘。あ、でもありがとう。嘘？嘘つきました。かき氷とさ、うん、ジュースだったら9枚じゃん。うん。で、アイスバーだったら8枚なんだよ。しもた。しもた。まあ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 。まあまあまあ。そういえば、ゾウヤが取られちゃった大事なものって。足パタパタさせてるな。かわいいね。え、あ、ほんとだ。ねえ。ネックレス。ネックレスか。いつもはそのケープの下に？うん。いつもつけてる。小さい石のネックレスだよ。石。あれは、僕の。とにかく大事なものなんだ。あーん、ということはまだまだメインは先になりそうですね。ですね。そっか。それならこんなところでなくすわけにはいかないね。なるほどね。なるほどね。さあ、かき氷。やけ。ジュース。はい。あげまして、もう一個分、うん、もう一人分いけそうな気はするな。多分。そうだね。15チケットあるから。いけるね。いけるいける。で、あきち？あきちゃんかな。いやー、ダイヤくんの。ダイヤくんの。いや、ダイヤくんの、見たい、あれ。あの、頑張るとこ。あ、セリフが見たいわ。あきちゃんごめん。かわいそう。あきちゃんごめんな。あー、ってかあれだ。一回さ、ちょっと、リセットしてもいい？あ、あー、ごめんね。思っちゃったやん。ごめんね。あの、一回さ、うん。あの、ロードし直してもいい？いいよ。あれ、あの、一枚無駄にしなかったら二人分全員見れるわ。あー、ほんと？そう、88だから16枚あればいけるでしょ？うんうん。そう、さっき9枚使っちゃったから15枚になっちゃってるけど。うん。いけるんじゃね？ちょっと一回。これ波さ、ごめん、全然関係ないけど、うん、波これ、あれだ、歪まして波っていうのを表現してんだ、全部。そうだね。うまいな。すげえ。普通に下世の勉強になる。じゃあ最後にダイヤくん見たいから、やっぱりアキちゃんについてきてもらおうかな。はい。さて。まさか、ダイナミックプレゼント？アルティメットがっかり。あー、めっちゃ好き。これかわいい。めっちゃいいなぁ。じゃあ、アイスバーをね。さすが先生。そういえば、秋が取られちゃった大事なものって、これ重くない？重いね。大丈夫？ああ、しかも、今回、アキちゃんは目パチパチさせてんだね。あ、ほんとだ。一人一人モーションが違う。なるほど。クレヨンよ。もう短くなっちゃったやつだけど。短くなっても大事ってことは、何か特別なクレヨンなの？クレヨンが特別っていうよりかは、私、クレヨンがこんな短くなるまでいろいろ描いたんだなーって気持ちかな？おー。だから別になくなったりしても困りはしないけど、なんか寂しいなって。まあそうだね。今までのこう、奇跡が目で見てわかる。うん。っていうのは大事だよな。そうだよな。うん。そっか。うん。それはとっても大事なものだよ。わあ、短いな。短いね。軽いな。うん。で、もう一回あげといて。アイスバー。はい。これ、エンターずっと押しっぱにしとくと、早送りされるんだよな。あ、そうなんだ。うん。
さあ、本命です。はい。ん？あ、かわいい。もうかわいい。なんでもう一回見た。見たくなっちゃった。いやいや、意図せず断っちゃったからさ、さっきさ。あー、なるほどね。そう、意図して断りたかったんだよね。めちゃくちゃ。ドン引きしちゃった。ちょっと可愛い子ほどいじめたくなるよね。あ、確かにそれはわかるかもしれない。ね。うん、ああ、足のパタパタ具合が大きい。あ、本当だ。めっちゃ上げてる。そういえばダイヤが取られちゃった大事なものって。え、笑顔？ああ、そっか。休憩所にあった秋が描いた似顔絵か。ポクポク。あの絵ではみんな笑ってる。脱落してしまった子たちもみんな。ダイヤはみんなが笑っていることそのものが大事なんだね。ああ、その顔。切ない。切ないね。うん。それなら、彼方の笑顔だって取り戻さないと、だね。はぁ、そんな、うわぁ。なんか割とさ、このお話が始まって当初ぐらいはニカって笑い方しかしなかったけど、こんななんか決意に満ち溢れた目してた？と思って。なんかすごいよね、どん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 さ、うん、なんだろう、知らないダイヤくんが見えてきたというか、うん、現れてきたというか、そう、いっぱいいろんな表情を見せてくれる、うん、はあ、波が速くなる様子をご覧ください。ありがとうございます。早いな、早いな。これでとりあえず一通り全員分のは見れたね。うん、チケットも0枚になりまして、まどかはまた見よう。まどかはまた後で見よう。うん。じゃあ、行こうか。はい。よし、アトラクション再開だ。頑張ろう。頑張ろう。はい。なんか紫色になってんな。ちょっと毒すぎ？うん。まどかは脱落しちゃうし、変な女の子は出てくるし。私たち、どうすればいいの？それでもアトラクションを続けるしかないよ。カナタとの決着をつけなきゃ僕たちの大事なものは返ってこないし、メダルももらえない。お宝ももう結構流れてきてる。そろそろ終盤戦のはずだ。でもこのまま終わらせちゃいけない。どうしようかな。どうしようね。ゼロ四次のやつ、うん、次のやつ全部逃せば三つ手に入るんじゃないかな。あ、あ違う、あれだ、もうお宝まどかちゃんの分ないから。あ、そっか、二個しかないわ。あ、あ、しまった、首絞めましたね。やべえ、あれ、まあ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 、ね、まあ、まあ全力でじゃあ取りに行きますよ。はい。そっか、次はこれか。これね。うん。お、秋任せた。えい。そろそろアーティスト秋のスペシャルショーの時間かしら。怪我しないようにね。本当になんか海の色やべえから今。うん。ここで華麗に決めればかなり目立つ。つやな。つやな。いいぞ。いいぞ。どやーん。いやー、かわいいね。かわいい。すごいなら。この二人なんか気合いそうだな。そうだね。もうマイペースだもん、ね、二人とも。うんうん。これで先に進めるね。助かったよ、秋。戻れ。ふっ、褒めすぎよ。もっと褒めてもらって構わないけどね。よーし、よし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 。ポケモン。ポケモンやな。モンスターボールに帰ってきた。ポカン。忘れてんな、技。
さあ次は渡るくんじゃないか。次はこれか。渡る、任せた。君に決めた。僕ちゃんにいい考えがあるのら。なんだ？なんだ？というわけで、え？こういうのは新谷にお任せなのら。あれれれれ。あれ？え、俺。新谷はヒーローだから、こんなの楽勝なのら。なるほどね。だって闇が深くないこれ。大丈夫？パシリじゃん。パシリだね。うん。あ、うん、うん。だからパワーだったんだ。そうだね。だっておかしいもんね。うん。いやでも私ここは漫画でちょっと読んだんだけど、渡るくんちゃんとシンタのこと大事にしてそうだったんですけどね。あれ？おかしいな。おかしいな。その通り。俺はヒーローだからな。怪我しないようにね。何も言わんのかい。結果シンタくんが頑張る。ふん。頑張れ。おい。2回目。おお、やるじゃん。2回はさすがにきついぜ。勝ちとな。頑張ったね。頑張ったね。見たか。これがシンタの底力なのら。これで助かったよ。なるほどね。そういうことね。なんでブルーが褒められてるんだ。なんでここ分岐がないの、ゲームの。本当だよ。作ってあげて。ありがとう、シンタ。どういたしまして。とりあえず進めるぞ。うん。お、やっ、ダイヤくん活躍の場面だ。次はこれか。モニターに表示。あ、あ、どうすんのこれ。いや、すまん。だよね。ダイヤ、君に決めた。ええ。怪我しないようにね、怪我することあんのこれ。これ間違えたらなんかビリビリビリとかなったりする。あ、そっか。怪我しないようにね。うん、なーい。人でクラゲ、魚、雫、魚。え、待って、むずくない？おお、すごい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 。これめっちゃむずいやん。急に、ね。あ、これは一発なんだ。助かったよ、ダイヤ。えんにゃー。あー、かわいい。よかったね。よく頑張ったぜ。ふぅ。あー、来たか。さあ、来たぞ。ちゃったな。あ、カナタ。もう、やめよ。ひなたの分のメダルがいるなら、優先生たちと一緒に集めればいいじゃないか。うるさい。ひなたのこと、どうせ信じてないくせに。僕はひなたとここを出る、あと一歩なんだ。今さら、やめれるか。君はまだそんなことを。サーボールがどんどん流されてるじゃ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 。流され好きじゃない？デビさん。いや、ちょっとさっき怖くて、デビ急いで準備したから、ビビってるデビ。デビも流された方がいいよ。デビー。かわいい。ここはまたおスクラまんじゅうにならないように別れようか。うん、あ、そっち行ったか。私たちはこっち。ラストスパート。ああ、まだ子いない。ああ、そっちはヒーローの。あ、いや、なんでもない。そっか、怖いのか、海が。僕ちゃんとシンタは、ユウ先生のお手伝いなのだ。ありがとう。カナタを連れ戻すためにも、今、カナタにメダルを渡すわけにはいかない。あ、カナタくんのさ、お宝もさ、流されればさ、うん、3つゲットできることにならんか、カナタくんが。ええさすがにないか。それはどうなんだ。僕たちならやれる。カナタならやれるぞ。あ、でもカナタがね、大事なもの出してないのはなんか、なぁって思う。うん、ねえ。僕ちゃん、ボールをチェックなのな。チェックなのってことはこれサボりじゃねえか。結局。だって川に近づいてないし。ごめん、ね、あれは、いけ。お。
シンタくん全然喋んねえな。えい。オッケー。よし、回収したぞ。あ、お宝だ。くそ、外れか。頑張れ。来るぞ。上に行かない？大丈夫。あー、ナイス。オッケー。めちゃうまいな。すごい、手際いいでしょう。手際いい。あー、チケットか。そっちには来ないよ、多分ね。うん。なんでその下の方で構えてんだ？そうだよ。ビビってる。ちょっと休む。休んで。いっぱい休んでいいよ。あ、取られちゃう。あ、でもお宝来ちゃう。お宝来ちゃう。急いで。あ、でも下来るね。でかいのが来てるのな。任せろ。中身は空っぽって左下に。あ、お宝ゲット。ナイス。OK。行くぜーっと。もうこれ全部取れたんじゃない？取れたんじゃない？だって4つも来たよ。ねえ。あ、終わりっぽい。残念。取れたかな？デミ終わり。第3部終了デミ、うるさいデミね、こいつ。終わっちゃったでも。うん、だからこっちに戻ってくれば、うん、メダルも一緒に分けれるよって、言うしかないよ。まだ足りない。これにてお宝入りのボールは全部収容デミ。え、もうこれじゃ報酬合わせても僕たちのメダルは9枚。このままじゃまだ脱出できない。あらら、まさかカナタくんが負けちゃうとはね。思ったより盛り上がらなかったなぁ。ああ、曲かっこいい。かっこいい。ボスすぎる。ボスだね。また君か。いや、やっぱもっと面白いことしようって言って、かなたくんからひなたくん取り上げるんじゃないだろうな。やめてくださいよ、そんなこと。お宝がもうないなら、これでアトラクションも終わり。ちょっと待って、まだあるじゃんって言うでしょ。ねえ、もう、やめてくれよ、マジで。お前のせいだぞ。私か？いや、違う、言う。あ、言う先生か。言う先生、そんなセリフ言っちゃダメだって。そう、そんなこと言うからだよ。本当だよ。あなたから離れてくれ。僕はまだやれる。もう一度チャンスさえくれれば、今度こそやってみせる。ここまでやって今さらあっちに戻るなんてできないんだ。意地を張るな。本当だよ。そうは言ってもお宝はもう残ってないし。あ、やめて。私いいこと思いついちゃった。いいことじゃないからやめて。本当に？うん、だってお宝まだあるじゃない。え、そうだっけ？シンタのやつに、ワタルのやつに、誰か残ってたっけ？あ、そうか。まだユウ先生の。うん。ねえ。それ。それって言うな。ひなた？あー、やっぱり上でモクモクしてる。あー、モクモクは雲か。モクモクしてる。あー、見て、プールに新しいボールが。ひなた、大事なんでしょ？そのぬいぐるみ。おい、ぬいぐるみって言うな。じゃあそれもお宝として認めてあげます。頑張ってキャッチしてね。そんな、どうして？あ、絶望してる。君だって、分かってくれたじゃないか。ひなたはひなただって。他の奴らは人の大事なものを大事にしてくれないひどい人たちばっかりだって。君は違ったから、だから僕は君を信じて。流れていっちゃうよ、ぬいぐるみ。この先はこれまでよりもっと危険なコースだから、早く追いかけたら？
ああ、カナタくん。その表情好き。あの子、クタクタのあのぬいぐるみのこと本気で一人だと思ってるんだ。面白いね。なんなんだ、君は。ひなたは脱出するのにメダルが必要なカナタの友達なんじゃなかったのか。あの子が友達だって言うならそうなんじゃない。でもぬいぐるみはぬいぐるみでしょ。ごじってんな。ぬいる組になってんな。あ面白い。見逃しちゃったわ。ちょっと噛んじゃったのかな、まいちゃんな。そんなカナタを騙したのか。ん？何にも騙してないよ。あのぬいぐるみにも最初にメダルをあげてる。だからルール的に脱出にはメダルが必要。そういうことじゃない。君はひなたのことをぬいぐるみとしか思っていないのに、かなたに話は合わせていたんだろう。何怒ってるの？あの子はね、自分とぬいぐるみだけの二人の世界に閉じこもって、周りの子のことなんて理解しようとすらしてないんだよ。それどころか、ひなたくんのことしか考えてない。みんなで一緒に帰ろうって気がないの。まあ、それは事実だよな。あの子こそずっとみんなのことを騙していたんだよ。自分のことしか考えてない子は自分が困った時に誰にも助けてもらえない。待って、やだ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 、あ、やばい。え、ダイヤくんの死ぬ未来が一瞬ちらついた。どういうことですか、先生。だって誰にも助けてもらえないって言ったけど、ダイヤくんはずっとカナタくんのこと助けようとしてた。やだよ、ダメ、許せない。これは無理。なるほどね。自業自得って言うんだよ。勉強になったね、ゆうくん。そんなことない。みんなカナタを追いかけよう。全員で挑めばひなた一人くらい全然助けられるよ。そうだぞ。あれ、ゾウヤちゃん助けに行くの、もしかして3人くらいしかいない。マジ。確かにカナタはその子に騙されたのかもしれないけど、でもだからってカナタがやったことがなかったことになるわけじゃない。でも死んでほしいわけでもないだろう。そうだぞ。そうだ。しんたくん。カナタは俺の大事、お面を盗んだんだぞ。あ、なんだっけ。なんたらの大事ってなんかの曲になかった？なんたらの大事？え、なんだっけ？え、なんかわかんない。あ、もうふと思う。なんか大事なものに気づいたんだとかは。なんか、ね、ライオンちゃんとかライムちゃんの歌の歌詞にあった気がするけど。ごめんなさい、話の腰が。いやー、でも本当に大事なものじゃないってまどかちゃんに言われちゃったからもう言えなくなっちゃったんだな。まどかだってそのせいでプールに落ちちゃったんだな。それはそうだけど。だからってカナタを見捨てるの？見捨てるわけじゃないよ。ただ僕たちが危険なことをしてまで手伝ってあげる義理はないってこと。そんなゾウヤらしくない。もう敵認定か。僕だってカナタのこと信じていたかったよ。ただちょっと素直になれないってだけだったらどれだけ良かったか。でもカナタは僕たちよりもその怪しい女の子の手を取っちゃったから。ならひなたが助かるにしろ助からないにしろ、それはもう
カナタとあの子の問題だよ。ええー、もうなんかそこまで言う。ああ、そうなの。ほらほら、ゆうくん。意見が真っ二つだよ。選べって。先生としてビシッと。選ばないと。やめてください。失敗の許されない選択。うわぁ。消えた。デミさん。だったら、こっちから歩み寄ろう。ヒカリちゃん、大好き。ヒカリすぎる。マリアが認めてくれた私は、誰かを見捨てるなんて絶対にしない。冷静になろうよ、ヒカル。ライムの時とはわけが違う。みんなの輪を乱す人のために、みんなが危険にさらされるのは、ダメだ。みんなを危険にさらしたりしない。そういうのは、私が引き受けるから。マリアはそんなこと望んでないよ。先生だってそう思うよね。あんたにマリアの何がわかるのよ。このままじゃダメだ。みんなが真っ二つになってしまう。こういう時こそ俺が大人として決断しなきゃいけないんだ。カナタか、みんなか。ちなみに、ピオス様どっち派なんですか？私は、うん。上。ああ。いや、みんな大事よ。みんな大事なのはもちろん当たり前なんだけど。うん。であれば、いや、ヒカルちゃんが引き受けるんじゃなくて、ちょっとユウ先生頑張ってって。まあ、それはわかる。僕も、その、ヒカルの主張が、を信じたい、信じたいっていうか選びたいな。うん。てか、多分私はこの場にいたら、もう、もうって言って、逃げ切らないなって言って、ダッて走って、私は助けに行っちゃう、と思うから。うんうんうん。うん。そんなね、なんか、選ぶなら上だけどね。そうだよね。まあ、上で、もし失敗したとしても、まあ、みんな後悔はすると思うんだけど、うん、結局、ゾーヤの言う通り待ってて、最後卵だけ出てきても、うん、みんな悲しむと思うんだよね。うん。まあ、それに、僕は、全然、カナタのことを好きなので、助けに行きたい、うん。うん。私も助けに行きたい。行こう。行こう。ああ、もうまた選べなくなってる。だよね。知ってた。でも、いいのか、本当に。この決断が取り返しのつかない結果を招くかもしれないんだぞ。なるほどね。選べ。いや、これでいいんじゃないか？うん。それでも、ヒカルの言う通り、カナタが大事。そうだ。頑張れ。頑張れ。ユウ先生。岡田ユウ。動け。おお。え？電話かい？え？県外とかじゃなかったこれ。ねえ。ええ、ちょ、こ、県外だよ。怖いって、怖いよ、これ。え、着信？嘘、まさか電波が繋がったの？うんうん、左上見て、県外だよ。いや、県外のままだよ。え、ちょ、待って、怖いから画面隠してるわ。あ、オッケー。じゃあ、これは一体。とりあえず、出るよ。あ！ん？お！は？え？あれ？あ、別、ま、いや、別人ではないんだろうけど。え、どういうこと？え？なんだろう。もう一人の君？うん、もう一人の君か。え？え？え？
とりあえず読むか。はい。こちら、声、聞こえてる？聞こえています。ちょっと電波状況が悪そうだけど。誰かと繋がってる！あなたは？いえ、それより助けてください。俺たち不思議な場所で遭難していて。私ではあなたちをユーロピアから救い出すのはできない。ユーロピアを知ってる。知ってるね。でも観察してたよね、なんか。そうだね。あの映像越しに。うんうん。で、なんかやっぱ取り残されちゃってるのかな、後悔みたいなさ、そういうこう成長できなかった悔いの念みたいなのが。おお。うんうんうん。うん、あの子がなんかそれの塊みたいな感じするもん。確かに。うん。あの、時間がない。よく聞いて。あの子の好きにさせてはダメ。あの子って。カナダといた女の子のこと？まさか、こっちの状況が見えているのか？そうよ。そのアトクションでの、あなたちの活動は、リアルタイムで見えいる。リアルタイム？はあ。どうやって？いや、そもそもどうして？多くを説明す、時間はないの。この接続もいつ切れ、もうおかくない。あの子、危険な存在。人の姿をし、いるけど、人ではない。このユーロピア。ああ、人ではない。このユーロピアそのもの、じゃない。なるほど。何ですか？もう少し大きい声でお願いします。相変わらず、うわあ、はあ。なるほどね。このま、は、全員、で、しまう。急いで、手遅れにな、前に。待ってください。ユルピアのことを知っていたり、こっちの状況が見えていたり、あなたは何者なんだ。私は何者でもない。気にする必要ない。ただし、あなたたちの敵ではない。それを証明する手段は持ち合わせていないけど。全部読める。読めるな。うん。私はただ、あ、もしもし。怖い怖いね。はぁ、ダメだ、もう切れてる。あの子の小さい頃の姿を借りたユーロピアそのもので、うん、で、ユー先生が、うん、このユーロピアで成長できずに、でも帰っちゃったから、もう一回いざなわれて、もう一回遊ぼうって言われてる。なのかな。まあ、そもそも一人だけ特殊召喚されてるからね、ユー先生って。そうだね。確かに。うん。そうそうそう。みんなと別の場所で目が覚めてるから。うん、入り口のところだったかな、うん、うんうん。正式にちゃんと入り口から入ってきたのはユー先生だけだから。うんうん。ユー先生のこと好きになっちゃったのかな、ユーロピア。好きになっちゃったのかな。好きになっちゃったのかな。ね。うん。誰だったの今の。わからない。マイさんなんじゃないのかね。向こうはこちらの状況やユーロピアのことを把握しているみたいだった。結局いい人なのか悪い人なのか、それもわからない。ただなんとなく個人的には敵じゃないと思った。
おー、何か感じることがあったんだね。だね。うん。ふわっとしてるけど。うん。え？で、どうすんの？彼方を助けに行くんじゃないの？行くじゃないの？